ピーター・ゼーマンはオランダの物理学者。1902年にゼーマン効果の発見によりノーベル物理学賞をローレンツと共に受賞した。オランダのスカウー・エンナイフェラントという島にある小さな町、ゾンネ・メレに生まれる。父はオランダ外郭派の聖職者だった。幼い頃から物理学に興味を持つようになった。17歳の頃、 オランダでもオーロラが見えるという事件が起きている。当時 G. リックゼーの高校に通っていたゼーマンは、オーロラをスケッチし、解説を添えて、ネイチャー誌に送ったところ、それが掲載された。編集者はゼーマンが高校生だとは思わず、ゾンネメレの観測所のゼーマン教授からの注意深い観測報告と記している。年に高校を卒業すると、デリフトに出て、ギムナジウムで、 古典言語を学んだ。デリフトではその学校の副校長、JW レディの家に寄宿した。ゾイデル海開発構想を後に実現した、コーネラスレディの兄弟である。デルフトで後に支持することになる平家カメルリング・オネスと出会っている。1885年、大学入学資格試験に合格し、ライデン大学で物理学を専攻し、ヘンドリック・ローレンツとカメルリング・オネスの指導を、 受けるるようになる1890年、学位論文を書く前に、ローレンツの助手になり、次期工学科効果の研究に参加した。1893年、極科効果についての学位論文を提出。博士号を取得すると、半年間ストラスブールの会コールラウシュの研究室で学んだ。1895年に、ストラスブールから戻ると、ゼーマンは、 ライデ伝で数学と物理学の志向師となった。同年、結婚、後に三人の娘と一人の息子を設けた。ゼーマン自身が撮影した、ゼーマン効果の写真1896年、上司の命令に背いて、強い磁場をかけた時のスペクトル線の分裂を測定。そのため首になったが、その成果は大きかった。1902年、そのゼーマン効果を発見した功績により、 ノーベル物理学賞を受賞したのである。学位論文を発展させ、彼は光源に対する磁場の影響を研究し始め、磁場中では、スペクトル線がいくつかに分裂することを発見した。ローレンツは1896年10月31日、土曜日、オランダ王立芸術科学アカデミーの会合で、カメルリング・オネスから、ゼイマンの実験結果を聞いた。翌週月曜日、 ローレンツはゼーマンを自分のオフィスに呼び出し、ゼーマンの実験結果について、電磁放射に関する持論に基づく解釈を披露した。ゼーマンの発見の重要性は間もなく明らかとなった。それは、千葉中の光の放射が分裂するというローレンツの予測を裏付けるものだった。ゼーマンの業績により、電磁放射の源が振動する負の電荷を持つ粒子で、 水素原子の何千倍も軽いということが明らかとなった。この結論は電磁波を担う粒子がかつてジョゼフ・ジョン・トムソンが発見した電子と同じものであることを示していた。したがってゼーマイ効果は原子の構造の解明に大いに役立つことになった。アインシュタインがアムステルダムのゼーマンを訪問した時の様子、もう一人は友人のエーレンフェストゼーマン効果の発見により、 ゼーマンは1897年にアムステルダムで講師の職を提供され、1900年にはアムステルダム大学の物理学教授の職を得た。1902年、彼はローレンツと共にノーベル物理学賞を受賞。5年後の1908年にはヨハネス・ファンデルワールスの公認として物理学研究所の所長になった。 1923年には新たな研究所がアムステルダムに建設され、1940年にはゼーマン研究所と呼ばれるようになった。この新たな施設でゼーマンはゼーマン効果をさらに精密に研究できるようになった。その後もゼーマンは磁気工学の分野で研究を続けた。彼はまた移動する媒体における光の電波についても研究している。このテーマは 特殊相対性理論につながるもので、ローレンツやアインシュタインも強い関心を寄せていた。さらに後には質量分析法に興味を持つようになった。1898年、ゼーマンはアムステルダムのオランダ王立芸術科学アカデミーの会員に選ばれ、1912年から1920年まで、1921年にはヘンリー・ドレーパーメダルを受賞した。 他にもいくつかの賞を受賞し、名誉学位も授与されている。1935年には、名誉教授となった。1943年10月9日、アムステルダムで死去。遺体は、ハールレムに埋葬された。月には、ゼーマンの名を冠したクレーター、ゼーマンが存在する。ありがとうございます。